今回はこの絵で遊んでみましょう。これは無人島の迷路という絵本の一場面。この本は無人島に流れ着いた一家がサバイバル知識を使って冒険するお話です。そしてこれは一家が作ったツリーハウスです。この絵の中には楽しいクイズがたくさんありますよ。まずは簡単なものからやってみましょう。この中にクラゲ星人がいます。どこにいるかわかるかな？探してみましょう。ここでした。木の陰に隠れていたね。見つけられましたか？じゃあ次の問題に行くよ。次はちょっと難しくなるよ。切り株妖怪と鶴のリース、この2つを見つけられるかな？こことここでした。見つかったかな？今度はちょっと違うクイズだよ。この絵の中にハンバーガーと三角のサンドイッチが隠れているんです。例えばこれがハンバーガー、これがサンドイッチ。この他にもそれぞれハンバーガーもサンドイッチもあと4個ずつ、全部で8個隠れているんです。さあ探してみてください。ツリーハウスの屋根に一つずつありますよ。ハンバーガーは木の幹にあと2つ。右端の座っている女の子の下にサンドイッチが見つかるかな？そしてこれは難しい。左上の木の葉の中にハンバーガーがあるんじゃないかな。はい、終了です。答えはここでした。次は迷路だよ。実はこの絵は大きな迷路になっているんだ。ここからスタートしてゴールはここ。はしごや縄ばしごも通れるよ。君はゴールにたどり着けるかな？行ってみよう。じゃあ途中まで一緒に行きましょう。まずはこっちへ行ってこう行って、はい、ここまで来ました。あとはどう行けばいいかな？
はい、終了。正解の道はこうでした。実はこの他にこんな隠しルートもあるんだよ。このルートはゴールまでに家族7人全員と出会っていくっていうちょっと難しいルートでした。画面が小さすぎてわからなかったっていうお友達ごめんね。もしよければ本屋さんなどで見てくれたら嬉しいです。無人島の迷路という本だよ。皆さんこんにちは。迷路絵本の作者の香川源太郎です。今遊んでもらったのは無人島の迷路の一場面なんですが、その無人島の迷路はこんな本です。はい、この本はサバイバルがテーマ。無人島に流れ着いてしまった一家が島を探索しながらいろんなサバイバル知識を紹介しています。それからこの本には本ならではの仕掛けもあるんですよ。例えばこのページにはどこかに車の形が隠し絵になっているんですが、わかりますか？実はこうやって本を傾けると見えてくるようになっています。見えましたか？他にもこんな仕掛けがありますよ。例えばこのページには赤い扉に鍵穴がたくさんついています。そして横には1の鍵、浜の狼と書いています。そこで浜の場面に行ってみると、ありました、狼の形の岩があるんですね。口の中によく見ると鍵が1個入っています。これが1の鍵です。そして2の鍵、川の星と書いています。そこで川の場面に行ってみると、今度は星形の岩がありました。こうやって次々にいろんな場面を回って鍵を集め、最後は赤い扉の奥に進むと、さあ何があるのかなという遊びです。何があるのかはこの本のどこかで探してみてくださいね。この他にも森でキノコを取ったり、海で魚を探したり、それからイカダを作ったりと、いろいろな場面があって迷路と隠し絵とクイズでたくさん楽しめるようになっています。ぜひ本を手に取って遊んでみてくださいね。今日は長らくお付き合いありがとうございました。香川源太郎でした。